にちは、こんばんは、ひなたです。はい、どうもこんにちは、こんばんは、さとひろです。そしてこんにちは、えっちゃです。はい、どうもこんにちは、こんばんは、オルハです。私だけ出会いになっちゃうな。イエーイ。というわけで、今日はえっちゃんたちと初めてのコラボです。イエーイ。ということで、今日やっていく企画はですね、食わず嫌い王選手権でございます。食わず嫌いは知っていますか？はい、まあ、あの番組のやつですね。そうですね、本日の番組の企画なんですけれども、じゃあちょっと説明するとですね、両者嫌いなものは1つで、好きなもの3つで4品集めます。それを交互に食べ合っていって、うん、全部食べ終えた時に、その食べてる時の反応からその中にある嫌いなものを当てるというものです。ということで、やっていってもいいですか？ゴー。はい、ということで、じゃあえっちゃんの好きなもの、うん、はい、えっちゃんのお品書きはメカブ、はい、ところてん。何だよ、その渋いな、おしとやかにしゃべる。つなぎも、ナスのおひたし。これだけなんかトッパーだけど。あ、作りました。やばいや、すごい。いや、そう、お惣菜に言ってなかったんで作りました。準備力すごい。だから、やば、これが好きであってほしい、逆に。あー、確かに確かに。あ、キラってなったら、あ、食べてくれないんだってなるからね。うわ、はい、いやいやいや、全部好きです。ということで、はい、えっちゃんのお品書きは以上です、はい、じゃあそして次は日向ゆいのお品書き、うん、はい、キムチ。お、いいよ、ね、はい、納豆。うわ、はいはい、発酵食品固め。お、お互いちょっとあんまりおしゃれではないね。おしゃれではない、ちょっと。はい、次、豆乳。はい、うんうんうん、買いました。はい、メンマ。あー、なるほどね。はい、ね、居酒屋だよ、ね、居酒屋だよね、これ。居酒屋だよ、ビールまだ。すいません。ということで、以上、日向ゆいのお品書きでございます。癖強いなぁ、これ。なんか、いろんな香りがするね。新橋のサラリーマンが好きね。はい、ということで、はい、行きましょう。じゃあ、お互い、じゃんけんしてみなさいよ。はい、最初は、じゃんけんぽい。お、どっちがいいの？選びなさい。じゃあ、先行で。先食ね、じゃあ。先食ね。すんごいいろんな匂いしてる。これにキムチと納豆したらもうやばい。やばいね、確かに。さあさあさあ、いいですね。はい。じゃあ、まず最初。一品目。豆乳です。豆乳ね。まあね、よく女子が好きそうというイメージでは、うん、でも嫌いな人結構多くないですか、うん、でも女子といえば感はある、うん、ダイエットの時とかね。あ、確かに確かに。ボロ出していけないか。嫌いなのかな。いただきます。よく見て。美味しい。いや、美味しいよね。美味しい、美味しいですよ。やっぱりね、このノーマルのやつが好きなの。なんかいろんな味あるじゃん、うん、確かに。あ、いろんな味あるんですけど、うん、どれでも好きです。豆乳好きなので。はいはい。一番何味が他に好き？ラムネでしたね。あー、美味しいね。水色のやつね。いや、でもまあ、これがやっぱ王様として。そうなんだ。タトヒロとオルハくんはトンネルさんのポジションなんで。トンネルズポジションなんで。美味しいですね。美味しいです。好きです。これも結構重要なポイントだよね。そうね、そうそうそう。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、じゃあ次、3つあるから。はい、ただ3つあるから。3つ食べないと。え、3つ食べていいんですか？大好き。はい、こちら、メーカーだってご褒美だもんね。そうだね。足りる？足りる、足りる。はい、ということでね。ねえ、あとは全然もういくらでも食べれちゃうよね。これもさ、ほら、ダイエット食じゃん。まあね、まあ、結構でも好きってあげる人も少ない気もするけどね。好きなもの何？あ、メカブって言う。なんかね、その塩の香りがダメな人もいるしね。でも好きだからね。そうそう、あのね、オクラとかね、メカブとかものネバネバ系のネバネバ系がすごい好きなんだよね。結果美味しいんだよね。そう、美味しいの。手さばきもちゃんと見たくない。いつ負けてないって感じ。あらら、そんなことない。食べないかな。OS か、俺で。ようやく食べれる、ようやく食べれるわ。大好きですもんね。大好き、大好きだからね。あー、いいね。でもなんかいい、あんみつみたいな。はい、あ、美味しそう、美味しそう、美味しそう、いいな。これどうやって食べるんですか？え、普通に朝とか食べる。朝、朝食べたりとか。うん、あの、実家にね、納豆よりも置いてある理由が余った。そう、いただきます。はい、うん、いい音、いい音だな、これ。美味しそう。いい音してますね。美味しい。うまいんですよ、このどこが好きですか？メカブの。メカブのね、塩分が多すぎずな感じで、ネバネバしてる感じ。美味しそうだね。ネバネバ好きだよね。うん、まあ他にもね、なんかそういう系のものが、まあまああるから、ところてんとか系があるから。いいね。えっちゃん難しいんだね。いや、難しいな。ポーカーフェイスだからな。ね、生まれてから女優だもんね。好き
げえな。嘘泣きで始まってるから。おぎゃおぎゃから、ね。おぎゃおぎゃ。それも嘘だ。泣かなきゃいけないんだみたいな。え？食べる？あ、大丈夫。うん。一つ完食。あ、いい。好きじゃなきゃこんなね。そうですよ、ね。でもすごい食べるスピード早い。確かに。嫌いだからこそ。確かに。そんなことない。ね、すぐインカって飲み込んじゃう。うん。いや、噛んでる噛んでる。このね、食感も好きだからさ。うん、あ、美味しかった。はい、うん。じゃあいいんじゃないですか、もうね。はい。はい、えっちゃんのメカブでした。大丈夫？大丈夫。大丈夫。はい。じゃあ次、はい、日向。まあでも大豆できたから。そうね、納豆はいけんじゃない。好きなんじゃない結構。いや納豆マジで大好き。ああ、好きそう、確かに。なんかそう、ゆいちゃん確かにそうだな、匂い強そうなもの好きそう。どういうこと？そしたらもうホーム匂いです。女子って意外とさ、納豆はじゃあどういう時に食べるの？納豆はなんか辛いカップ麺を食べてる時に一緒に食べる。一緒に食べる。何それ、そんな新しい。ご飯とかはいらないタイプ。あ、ご飯も欲しいけど、ご飯と食べるんだったら単体で食べたい。ごと行きたいね。ごと行きたい。うわ、くっせーぞこれ。好きな納豆の種類とかあるの？あ、絶対これ。おかめ納豆。はい、何？おかめ納豆でいいの？おかめ納豆しか食べない。なんか卵入りとかさ、あるね。僕小粒派。あー、わかるわかるわかる。ごく小粒派。からしもたっぷり入れる派。からしもたっぷり入れる派です。お前、あんまり多く喋りすぎる。ボロが出るからな。そうだよね。作戦だからね、これ。引き割りは。上機嫌になってるからな、お前。納豆の話してるし、楽しそうなんですけど。豆乳より好きそう。すぐ次行きたかったもんね。あ、結構混ぜる派なんだ。あ、混ぜて、結構泡が立ってる方が好き。ねえ、誘われないで。誘ってるから。すげえ細かく出る。え、家でよく食べたり。家でよく食べますね。あ、もう言っちゃってんじゃん。そうなんだ。いただきます。これ大好きでしょ、これ多分。大好きそうだよね。大好きそうだよ。もうこれ大好きです。すげえ好き。さっきが怪しくなってきた。そうそう、なんかもう豆乳が怪しく感じるぐらい。納豆への愛が。幸福感がすごいよね。好きなもの食べてる時って笑顔になるんだね。うん。さっき言っちゃ笑顔じゃなかったの？まあね、私はえっちゃんずっと無表情だから。とんかつ食べてても無表情だから。ちょっとグルーダフェイスか。うん、全部食べます。食べる、全部食べちゃう。実食用ね。持ってくればよかったね。まあ、誰に言ってんの？食べちゃってもいいよ。もう選ばないから、どうせこれもう。じゃあこれは OK です。はい、はい、納豆は OK です。もうじゃあ次、えっちゃんどうしましょうか。さっきのメカブを着てね。だいぶ匂いはそうね、確かに確かに。好きなもの食べてから嫌いなもの食べるとさ、こう触れ幅があるからさ、出るかもしれない。つなぎもいきましょうかね。つなぎもね。これはもうね、つなぎもね。だってもうえっちゃん中身おっさんだからさ。いや、もう焼き鳥が好きなの私。あー、基本的にね。基本的にその中でもってことね。そうそう、いきます。選んでくれってこと。あ、ほら、嬉しそう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 。表情ね、表情。えっちゃんコリコリしたの好きだよね。さっきもコリコリしてたもんね。ちょっと冷えてるね。うん、塩気が好きなんだよね。しょっぱいものとか、酸っぱいものとか、辛いのはちょっと苦手かな。今晩は焼き鳥にしようか。塩が美味しいんだよね。うまい、これ。そう、うまい。これはもらいます。もらいます。もらいます。うまい。や、おまちがおまはいはいはい、完食。いいんじゃないですか、大丈夫そうですか。俺も大丈夫ですね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。あー、来たさ。残るは2つ、メンマとキムチです。俺1個さ、さっき見てたんだけど、納豆食って終わったじゃん。その後ね、あの豆乳飲んだの。ってことは、好きじゃなきゃね。確かに好きじゃなきゃ豆乳に行かないのよ、終わった後。追い豆乳しないの。追い豆乳ね。確かに。そうそうそう。ってことは豆乳好きなんだ。いい作戦だな。あー、じゃあちょっとやってんだけど、キムチ食べてほしい。なるほどね。臭い臭いね。あの、私、まあ、キムチは好きなんだけど、うんうん、やっぱ辛いもの苦手な人多いと思う。あー、そっか、唯一のね、辛いもんだもんね。じゃあキムチいただきます。石が美味しい。まあ、匂いが ね、すごいから。これ、ね、いただきます。これあるよ。いい音。食感もね、白いご飯と食いて、どういう時食べるの？これは怪しいな、これは。ちょっと待って、分かりやすくない、これ。大丈夫？いや、でもこれさ、一人で飲んでる時食べるよね。そうだね。マジ美味しい。やっぱコクうまキムチが一番美味しい。あ、それが一番好きなの？夜中にキムチと納豆と豆乳とメンマ食べてるもんね。全部言うね。難しい。はい、じゃあ残るはゴロテンとナスです。怪しいと思うんだよね。なんかね、一つだけテイストが違う。あー、結構なんか、うん、近くない？うん、メカブとか、うん、メカブとかしょっぱい系、しょっぱい系、しょっぱい系。あ、まあ、まあまあまあ、あ、なるほどね。ここで行ってます。はい、だね。タコラテン。どうしよう、最後ゆいちゃんのが嫌いだったらね。うまいよー。作ってきたら単純になんかまずいって言われてるみたいでね。最初は美味しいって言ってくれるから。はい、そうそうそう。そうだね。水捨てれる。逆に酸っぱいの苦手っていうのもあるかもしれない。これ俺も好きだわ。でも夏とか結構食べるけどな。じゃ、いただきます。うん、うん、
そこばっかやもうね。うまい。このところで美味しい。ところてんってさ、太さ全部同じなのかな。これちょっと細くない？確かにちょっと細いかも。ね、ちょっと細いね。細い方が美味しい。豆知識。あんまりね、自分から言わないで。自分から言ったら。カモフラージュ。うまい。俺はそう。いつも食べてない。でも今自分からあげちゃった。むせないで。でも自分からあげたから。はい。早いな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあいよいよラスト。はい、ラスト。残るメンマ。メンマ。これもうまいよね。うまい、うまい。もうすげえ食う、俺も。スパンデラル、すげえ。セブンとかで買ってよく食べる。いただきます。はい。まあ、タケノコ好きだからさ。うまいよね。うん、うまい。食感あるの好きだからさ。だって飲んでなもんね。確かにね、全部ね、なんかお酒とかに合いそうな感じではある。キムチの後だから美味しいやね。うん。キムチまずかったもんね。でもキムチ辛かったけど、こっちはあんまそんな辛くないから。おめん食いてメンマ俺ももらっていいですか。嘘、そういうパターン。めっちゃ食べたい。メンマ好きなんよ。うまい。めっちゃうまい。うん。嫌いな人いそう。ビールビール。これはいないよ。うまっ、うまい。食べなきゃいけないから残した。そうだね。じゃあ大丈夫でしょう。はい。あー、辛いのいけんだ。どれ？来ました。最後、ナスのおひたし。ゆいちゃん手作りの。俺も手作り食べたいから。はい。いただきます。単純にまずくて嫌いって可能性あるからね。嫌だな、それ嫌だな。味染みてるから。うんうん。上手だね、料理。よかったね。まあ、すごい。よかったね、美味しいって。ありがとう、めっちゃ。人のナスとかうまいよね。なんか誰かが作ってくれたやつってうまい。結構人んちの飯好きタイプだからさ。おいしい。確かに。ごま入り。ごま入れない。あ、うまいね。あ、うまいよ、うまい、うまい。ごま入りの方がいいね。上手だね。上手。上手。こうやって褒めてくれてさ、そうやって、そういう戦略か。嫌いかもしれない、もしかしたら。いや、おいしい、おいしい。はい。はい。大丈夫？大丈夫。うん、大丈夫です。これむずいな。これむずいね。口すげえメンバー。じゃあ、ちょっとシンキングタイムしたいと思います。公認はないと思うんだよね。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。全部食べ終わったので、えっちゃんと私の嫌いなものを2人で当て合いっこしたいと思います。おい。じゃあ私から言わせていただきます。えっちゃんの嫌いなものは砂肝。ほう、なるほどね。はい、じゃあえっちゃんどうぞ。ゆいちゃんが苦手な食べ物はキムチ。うん、はい、はい。じゃあ両者先ほどね、机の上にお披露目してください。では実食いただきます。いただきます。カン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 。一口食べて、大好きですか。参りました。ホールをお願いします。お願いしますね。大丈夫ですか。じゃあ言っちゃってください。せーの、大好きです。大好きです。おー、マジか。でもマジか。いや、マジで好き。これしかない。大好き、本当に。私辛いもの大好きなんだ。この一択だと思ってた。なるほどね。レバーとか。もうわかんない、俺。そういうのが好きな。もうわかんないわ、俺。次大事よ、次。次大事だよね。次大事。よし。はい、じゃあ2品目、うん、えっちゃんの嫌いなものはところてんで。ではゆいちゃんの嫌いなものはメンマ。うん、お、はい、はい、ということで、おー、どっちだ。実食。はい、頑張って。これあると思うんだよな、ところてん、うん、はい、いただきます。はい、いただきます。いただきます。はいはいはい。すすらない。うん、うん、まあまあまあ大丈夫そうですか。まだね、食べてる。はい、ですか。お願いします。マジで。何やってんだよ、お前ら。ガチで当てすぎだよ。嫌いです。匂いが嫌いなの。キムチ好きなのに。うん、匂いが。つまみ系だからね。え、メンマ全体的に。メンマ、そう、ね、ラーメンのも。そう、ラーメンのも好きって言ってたけど、いつもラーメンを見るやつ。そう、あ、もう移動する。あ、マジか。これ食べ方、今日初めて知った。え、やってた。え、何してる。いや、大嫌いだよね。もうこれ美味しいと思ったことない。食い物と思ってない。食べ方分かんなくて、水切るって言ってから、そうなんだ。お前、何言ってんの。やる、もう全然。この2つ全然好きだ。大好きだよ。ところてん、なんで酸っぱいのっていう謎。本当に、うまっ。これがなんかいいんじゃん。もう健康的でさ。あ、でもね、ちょっとわかるかも。匂いするよね、このタイプのメンバーは。臭いじゃん、よく。パワー系ばっかだよ。いやでも2回目で当てられたか。メンマいい感じだったのにね。うまかったでしょ。上手。いや、うまかった、うまかった。納豆がね、好きそうすぎた。納豆は本当に。納豆はマジで大好き。え、私バレたか。メカブかね、ちょっと悩んだんだけどね。でも1個だけ食感がないものとかね。うん、あ、確かに。はい、ということで今日はえっちゃんと食わず嫌い王でした。ありがとう。
まあ、えっちゃんの嫌いなものが皆さんもね知れたかなって思うので、あー、まあよかったでしょう。引き分けちゃったけど、うーん、引き分けちゃったらじゃあ仲良くしてください。平和、またね次回もしかしたらあるかもしれない。あ、そうだね、そうですね、こっちで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 ね、じゃあまたいつかあるかと思うので、また次回も見てみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。